今回はセベックの性能について見ていこうかなって思います。でね、結論から言うと俺的には結構強いと思う、このセベック。まずね、マックス HP 11185、悪くないじゃん。でマックスアタック値5623、まあ悪い数字じゃないよね。でマジック1ね、非属性で内容見てほしいんだけど、非属性ダメージ強、あとダメージダウン中相手3ターン、これすごくない？ダメージダウン中だけど3ターンダメージが下がるんだよ、受けるダメージがね。でスキル2水、これもいいよね、スキル1の弱点属性じゃないことが。で内容は2連続の水属性ダメージと、でケイトと一緒に選択した時3連撃に強化と。うん、だから全属性の試験とかでも結構活躍するんじゃない？ SSR のケイトとも組み合わせれるし、あの全属性でいった場合ね、まあ、そこはちょっといろいろ調節が必要だと思うけど、ステータスはねいいと思う今回。びっくりした、ちょっと。そしてセベックがすごいいい顔をしてる。